岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です今朝は岡山といえば県立図書館というテーマで岡山県立図書館の森山光義さんにお話しいただきます森山さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします岡山県立図書館は日本一多くの方に利用されている図書館だそうですねはい、岡山様で多くの方にご利用いただき昨年度の来館者数は106万人 個人貸し出し冊数は約万冊となりました、はい、この年間の来館者数と個人貸し出し冊数は全国の都道府県立図書館の中で日本一で、えー、平成16年度の開館以来平成27年度まで一度も途切れることなく11年連続日本一なんですようんすごいことですよね、これだけ多くの方にご利用いただくことができている要因はどんな点だと思われますか。はい 図書館は資料人建物の三つの要素で構成されているんです、はい、岡山県立図書館はこれらがうまく機能しているため多くの方にご利用いただいているのではないでしょうかう資料人建物と言いますと具体的にどういうことでしょう、はいえー、資料というのは本や雑誌などのことでありがたいことに開館以来他県の図書館よりも比較的多くの資料を購入することができておりまして 百三十万冊を超える豊富な蔵書があります。はい、特に、児童図書については、その年に出版される。ほぼすべてを収集することができています。うん、これは利用者にとって、とても嬉しいことですよね。はい。次に、人というのは、図書館の職員のことで。当館の特色として、人文科学、社会科学、自然科学など。 分野別に専任の職員を配置しておりまして皆様から様々な調べ物に専門的にお答えしていますで、調、えー、べ物相談のことをレファレンスと言います、うん ホットなニュースとして、今月の9日に横浜市で開催された地方創生レファレンス大賞の最終審査にノミネートされまして、最高賞の文部科学大臣賞を当館が受賞したんですよ。わあ、それはすごい。こちらも日本一ですね。そうですね。はい。まあ人はかけがえのない財産ですものね。はい。で最後に建物なんですが、はい、ああ岡山市の中心部の立地に加えて。 えー、障害のある方や高齢の方が使いやすいようにできているという評価をいただいておりますうーん、なるほどあとイベントも定期的に行われていて冬に向けて楽しい催しもあるそうですねはい県立図書館特等活用講座を開催しております、ええ、来月4日の日曜日には視覚補助具を活用して目力を最大限にと題して拡大鏡などの視覚補助具の正しい使い方を学ぶ講座を 18日の日曜日にはてっちゃん先生の自然大好きと題して岡山の自然の魅力を再発見していただく講座を開催予定です、はい、事前に申し込みが必要となりますので詳しくは県立図書館までお問い合わせください、はい、では最後にラジオをおきの皆さんにメッセージをお願いします 県立図書館では遠方からご来館いただくことが難しい方のために県立図書館の本をインターネットで予約して、えー、地域の図書館で受け取ることができるサービスを行っていますぜひご利用ください、はい、今朝は岡山自慢の一つ県立図書館について岡山県立図書館の森山光さんにお話しいただきました森山さんありがとうございましたどうもありがとうございました岡山県がお送りした県民の皆さんへ 引き手は中村恵美でした。